こんにちは。歴ショックです。今回は、非主流派として似たような境遇にあった藤原道兼と藤原均等の関係について紹介します。道兼は崋山天皇を出家に追い込む大活躍にもかかわらず兄に後継者の座を固められた一方、均等は関白だった父が力を失ったことで昇進が停滞しており、権力者の座が見えていながらも遠ざかっていたという共通点がありました。兼家、道隆を中心とした九条流が繁栄する中、非主流派の巣窟となっていた円遊法皇の下で二人は接触し、やがては縁戚関係を結ぶほど深くつながります。父を亡くしていた均等は、舅となった道兼を頼りに出世を追い求めていきますが、道隆の死によりやっと権力者となった道兼はわずか7日で亡くなってしまい、道兼に全てを託した均等の希望もついえることとなりました。今回は、兼家、道隆の繁栄の裏で不満を貯めていた道兼、均等がお互い手を取り合い悲願に向けて進んでいった様子について紹介します。出世を約束されたはずが幻に、道兼、均等の挫折。藤原道兼と藤原均等は交互に政権を担ってきた九条流と小野宮流の人物であり、もともとつながりはありませんでしたが、藤原頼忠から兼家、道隆へと権力が移っていく中で共に権力とは疎遠になっていき、やがて接近していきます。藤原道長と同い年の均等は道兼の5歳年下にあたり、この二人を結びつけることとなる藤原実助は道兼の4歳年上、円遊天皇は2歳年上にあたります。九条流と小野宮流は激しく争っていたわけではなく、均等の父、頼忠は、円遊天皇に娘を受代させていた兼家の兄、兼道と結び、関白、太政大臣として権勢を振るう兼道の下で左大臣まで上っていました。兼道の死後、頼忠は関白の座を引き継ぎますが、新政を目指す円遊天皇は、源正信と結び頼忠を無力化しようとしたため、頼忠は円遊天皇、兼道に左遷されていた兼家を無大臣に復帰させ対抗しようとするなど、悪くはない関係となります。均等は、兼家復帰の2年後の980年に元服し、いきなり通常より2段階上の将軍位の下からキャリアをスタートし、翌981年には、道兼、道長が従五位の下に留まる中、すでに十四位の下まで登っていました。大鏡には、兼家が均等と自分の子供たちを比べ、我が子たちは均等に及ばないどころか後を追うことすらできないと嘆き、道隆、道兼が同意する中、道長が影ではなく顔を踏んでやろうといった話が載っていますが、当初均等は、道隆すら上回りそうな勢いだったことは確かです。やがて、円遊天皇と兼家の対立が再燃すると、円遊天皇は安仁親王を産んだ秋子ではなく、このいない頼忠の娘、信子を皇后として、再び頼忠に接近するようになり、円遊天皇との距離感では九条流と小野宮流に大きな差がつきました。ですが、984年に円遊天皇が退位し崋山天皇が即位すると、関白として政治を主導するはずの頼忠は政治の中枢から外れてしまい、順調だった均等の昇進も以降停滞します。一方、兼家は皇太子となった安仁親王の即位で円遊天皇と利害が一致し、986年に崋山天皇を出家、退位に追い込む関内の兵を主導し、関白の頼忠に代わって摂政に就任しました。道兼も崋山天皇を代理から連れ出し出家に追い込む大役を果たし、986年には瞬く間に均等を追い抜かし、小村民、権の中納言まで昇進します。987年には権の大納言に上るなど昇進は順調そのものでしたが、道隆は989年には兼家の後継者として内大臣になるなど別格の昇進を果たしており、関内の変の立役者の実績をもってしてもなお、道兼は兄を超えることはできませんでした。頼忠の関白辞任をもって小野宮流と九条流の力関係は完全に逆転しましたが、九条流が一条天皇とつながる一方、小野宮流は退位した円遊法皇と密接に結びついています。均等も円遊法皇の石山詣でに無比するなど中宮の弟として近い位置にいましたがまだ若く、円遊法皇は在位時代にも九郎殿等を務めていた藤原実助を信頼しており、頼忠も均等が若いうちは甥の実助を頼りにしていました。
英雄法王は退位後もゆりただや金家などを含めた有力貴族を従えて遊びに出かけるなど隠然たる政治力を持っており、英雄法王の政治機関院の長は代理より規模は縮小されながらも同様の機能を有し、一大勢力となっています。実助はこの院の長のトップ、院の別当を何度も務めており、英雄法王の主催する行事にはほぼ全て参加しています。他にも摂政として力を振るう金家と英雄法王が対立した際は、一条天皇に仕える九郎殿等の身でありながら両者の間を取り持ったり、英雄法王の後押しで参議に昇進するなど深く結びついていました。実助の他にも亡き藤原の金道の子朝照をはじめ、九条流以外の非主流派が英雄法王周辺に集まってきており、無視できない勢力に成長します。この非主流派の集まりに突如入ってきたのが九条流として主流派にあったはずの道兼で、989年初頭に権の大納言の行為に上ったにもかかわらず、年末には突然英雄法王の院の別当に名を連ねました。同年には道隆が内大臣に就任しており、道兼は中野関白家の栄華を記した枕草子に一度も登場しないことからも明らかなように、道隆とは険悪な関係で、院の別当就任も道隆の下につくことを良しとせず、非主流派に属し逆転を狙ったものとされます。この後、それまではなかった道兼と実助の交流が頻繁に記されるようになり、いとこの実助を媒介に金刀も道兼と関わりを持つようになります。逆転を狙う者同士惹かれ合う。道兼金刀の結託。道兼が院の別当になる前、権の大納言になったのと同じ頃の989年初頭に、金刀は英雄法王の後押しで参議となった実助の後任として非主流派のつてで九郎殿等へと久しぶりの昇進を果たしています。金刀はこの時、実助と共に、遥か上の地位まで行った道隆と対面していますが、同時期には火山天皇時代から不遇が続く貴族との歌のやり取りで、昇進がなかなか進まないことを嘆く歌を読んでおり、出世コースから外れたものとして悔しい思いを持っていました。道兼と実助はこの後急速に接近し、実助は道兼の別荘、粟田山荘に招かれるほどの仲となっており、父を亡くしていた金刀もこの時期に実助を介して道兼と接近していったとみられます。道兼が非主流派の一員になっていくのと同時に、道兼の院の別当就任一月後の990年1月には道隆が娘貞子を一条天皇に受代させ、5月には金家から関白の座を受け継ぐなど、次期権力者の座を確固たるものとしていきました。7月には金家が亡くなりますが、道兼は自分ではなく道隆を選んだ父に不満だったのか、喪中にもかかわらず人を集めて宴会をしており、人々の顰蹙を買っていたといいます。そして金家死後に道隆が貞子を強引に立候補して以降、朝廷に出仕しなくなってしまったものの、病気だったわけではなく、粟田山荘に実助ら貞子立候補に批判的だった貴族を招いており、非主流派の名士のような立ち位置になっていました。道兼が道隆への反感を一層強めた990年の年末に行われたのが、道兼養女と金刀の結婚で、非主流派にあった二人は、ついに縁戚関係で結ばれるまでになります。金刀の妻は、母が道兼の誠実といとこの関係にあったことから、道兼に養女に迎えられていました。映画物語によれば、美人と評判で、多くの男性から求婚される中、当時24歳の金刀が特に熱心で、当時から評判だった和歌の才能を持って射止めたといいます。そして金刀は、道兼の屋敷、二条邸に婿取りされることとなり、道兼側も屋敷を立派に飾り立てて金刀を迎え、金刀も足しげく通ったものの、ほどなくして金刀が父から受け継いだ四条宮に妻を引き取ることとなりました。四条宮では、英雄法王皇后の信子や、火山天皇女房だった忠子ら金刀の姉妹とも対面し、道兼は順当な結婚生活に満足して、一層金刀と親しく交流するようになったと書かれています。992年には夫婦の間に長男の貞頼が生まれたものの、金刀にとって道兼との関係強化は道隆との関係悪化に直結しており、991年に英雄法王が亡くなったこともあり、再び昇進が止まることとなりました。金刀は支援者でもあった英雄法王の死をことのほか悲しみ、歌を残しており、
その中には道金の粟田山荘で遠遊法王追悼のために詠んだ歌もあることから、道金、金刀ら非主流派が最大の支援者を失った悲しみを慰め合っていた様子が想像できます。後ろ盾を失った道金は、いよいよ権力を固めていく道隆を前に、それまでの反抗的な態度を改めていき、道金を頼りとする金刀も方針転換を余儀なくされていきます。苦難の末に権力者の座を勝ち取るも7日で終わる。道金、金刀の野望の終焉。道金は、991年9月に道隆が内大臣を辞任し摂政のみの身分となったのを受けて、後任の内大臣に就任しました。これ以降、道金は従来の反抗的な態度は見せず、道隆に従って外出もするまでになっており、遠遊法王の死により逆転の目がなくなったことを察し、兄に従う道を選んだと見られています。金刀も道金と同様に従順な態度を示したからか、道金の内大臣就任から1年近く経った992年8月に参議に就任し、太政官の一員となりました。しかしこの時点で、かつては格下だった道長は権の大納言に上っていたのをはじめ、本当なら相手にもならないはずの藤原の道綱など多くの貴族に先を越されており、関白藤原の頼忠の息子として栄達するはずだった金刀にとってはなおも不満の残る地位でした。しかも、金刀は参議と兼任することの多かった左近衛の中将の職を昇進とともに止められており、同時期に参議となった道隆に近い平の惟仲が右大弁を引き続き兼任していたことからも、道金と共に道隆に敵対していた金刀には風当たりがなおも強かったことが伺えます。道隆に屈しても非主流派の絆は健在で、993年には粟田山荘に実助、金刀をはじめ多くの苦行が招かれ、弓矢の遊びなどが行われていました。そんな中、995年4月に道隆が亡くなると、後継の関白に息子の惟親ではなく道金が選ばれ、ようやく風向きが変わります。道金を後継の関白に推したのは、女院として最高権力者の地位にあった晶子で、中野関白家を嫌う晶子は、遠遊法王に仕えるなど反道隆を貫いていた道金の不正を評価したとされています。道金はこの時すでに病に侵されていたものの、大鏡によれば、お祝いに駆けつけた実助に、横になったまま、関白として公使に渡って恩返しをし、何事も相談するつもりと語ったと伝わっています。道金が小野宮流と、権力に手が届かない者同士、道隆の下で出世を重ねる身になっても良好な関係を保っていたことは事実で、娘婿である金刀も、道金の世で長らく続いた不遇の時代から脱却できるはずでした。しかし道金は、関白就任からわずか7日で亡くなってしまい、金刀は、遠遊法王に続いてまたしても後ろ盾を失ってしまいます。疫病により他にも数々の有力者が995年には世を去りましたが、金刀は栄達もできないまま一人取り残されたことを嘆く歌を残しており、相当落ち込んでいたことが伺えます。ただし、この後、道金の後をめぐって、道長がこれ力中野関白家を抑えて内乱として実権を握り、道長は中野関白家との争いを考慮して小野宮流と友好的な姿勢を取るようになったため、金刀は没落を免れ、道長の下で新たな道を進んでいくこととなるのです。最後まで動画をご覧いただき、ありがとうございました。参考文献は、概要欄に記載しております。この動画をいいなと思っていただけたら、高評価、チャンネル登録をお願いします。こちらのアイコンをタップしていただけると、チャンネル登録できます。Twitter、ウェブサイトでも、たくさんの日本史情報を発信していますので、よかったらチェックしてみてくださいね。